日本の皆さん、こんにちは。アクションスタイルのイサムです。今ホーチミンからですね、ビントワン省というところに、移動してきました。で、先ほどですね、そのビントワンの、政府の方々に、まあ、訪問していることを、ご挨拶させてもらって、で、こういうことで、訪問させていただいたよという経緯をね、説明して、今ホテルにチェックインしたところで動画を撮ってます。で、これからですね、お昼ご飯を食べて、で、午後からその政府の方が、ビントワンってこんなとこだよっていろんなところで、ね、案内してくれるということで、観光に行ってまいります。で、ホテルがね、すごい良かったんで、ちょっと最後にね、見ていただこうかなと思います。まあ、もう少しでね、日本に帰国しますので、また、皆さんとね、レッスンをしていけることを楽しみにしています。昨日はうちのね、3人のトレーナー陣と、それからアロマのミカさんと、それからプロテインケーキのレイミさんと、みんなでイベントがあってね、そのイベントの様子をベトナムの方から見させていただいたんですけれども、すごく盛り上がってて楽しそうだなと思いました。こう、僕は一人でね、海外に来て仕事をしているので、こうやって仲間たちが日本で頑張ってるのを見るのがすごくね、嬉しいなと思うし、それから僕も昨日ね、ベトナムのホーチミンの方でパーソナルのトレーニングと、あとは刀を教えるってことをね、してきたんで、まあこう、世界の中で、地球の上でというか、いろんなところで、こうトレーニングをしたりとか、何かを教えたりとか、してね、知識を得てもらったり、楽しんでもらったり、そういう活動ができていることをすごく嬉しいなと思います。仲間たちのおかげだなと思っています。はい、ということで最後に外の様子をご覧いただきましょう。まだね、私たちもそんなに出回ったわけじゃないんですけど、こう海がね、すごい綺麗だったりとか、あとあれすごくないですか、これ、なんだこれって、今建設中らしいんですけどね。で、あとね、砂漠があるらしいんですよね。それも多分連れてってくれると思いますんで、またあげたいと思います。よかったらですね、ツイッターとかインスタグラムで、気軽にアップしてるんで、そっちの方も見ていただけると、私が見たものを、生で、見ていただけるんじゃないかなと思います。それではありがとうございました。